ヤーンボミングされた木の幹ヤーンボミングされた障害物標識とはカラフルな編み物やかぎ針編みを使ったストリートアートのことヤーンストーミングゲリラ編みニフィティアーバンニッティンググラフィティーニッティングとも呼ばれるアメリカ合衆国の発祥と言われるテキサスの編み手たちが編み物の余った糸を使って何かできないと考えた末に生まれたムーブメントを始めたのは ヒューストンのマグダ製エグで2005年自身のブッティックのドアノブをカスタムメイドのホーンカバーで覆った時に思いついたという。ヤーン・ボミングはその後世界に広まった。イギリスのロンドンでは2009年ローレン・オファレルを設立し8月にウェブ・オブ・ウォーと題したインスタレーションを発表した。手作りの編みぐるみを使って物語を語りまたテーマを主張した。さらに 暴力的な響きのするヤーンボミングに代わる、ヤーンストーミングという語を作った。2011年、カナダのレスブリッジでは、ジョーン・マビチャックが6月11日を国際ヤーンボミングデートすると提唱した。2011年9月9日には、オクラホマシティのショッピング地区がヤーンボミングされた。ヤーンボミングは、都市部で行われることが多いが、アメリカのアーティスト、 スティーブン・ドゥニアは2012年からロスパドレス国立森林公園の原生林をヤーン・ボミングした。かぎ針網彫刻の巨大展示でギネス世界記録保持者となったザ・クラフト・クラブヤーン・ボマーズは地元エセックスの郵便ポストを多数ヤーン・ボミングした。ヤーン・ボミングを広告に利用しようという動きも出てきた。2013年、前述したニット・ザ・シティは トヨタ自動車からロンドンでのインスタレーションの依頼を受けた。ロンドン系はヤーンボミングでバレンティのミラーライトなどのブランド宣伝を行った。ヤーンボミングは落書きの一種だが塗料を使うわけでなく簡単に取り除くことができる。違法とするところもあるが告訴されることはあまりない。しかし、そのまま放置した場合、例えば樹木を覆っている場合、 樹液生成や生育に影響を及ぼす可能性がある。さらに、水濡れや合成繊維による環境への影響も危惧される。ポーランドのアーティスト、オレクは、海中博物館で無許可のインスタレーションを行ったが、海洋生物に被害を与えたとして訴えられそうになった。男性的、男性支配的な落書きシーンに、女性の仕事とされていた編物が参入したことから、 ヤーンボミングをフェミニスト運動と同義とする意見もある。アートのために編み物をするよりも、ホームレスのキルセーターを編むべきだという意見もある。ありがとうございます。